ナトくん。ジンバ、ミナトくん、起きてください。君のお父さん、エイジさんから電話が入っていますよ。もしもし、父さん。ミナトか。こんな夜更けに電話するだなんて、下宿の大家さんに迷惑じゃないか。すまないが、しかし急を要することだ。一体何事なんだよ。キヌさんが、お前のおばあさんが倒れたと診療所から連絡があった。私も仕事で知らせを受けるのが遅れてしまったんだ。詳しい容体はわからない。明日の朝一、お前と私でその診療所へ。何言ってるんだよ。母さんの、実の娘の葬式にすら顔出さなかった人の見舞いに行くのか。俺の知ったことじゃない。ミナト、お前がキヌさんをよく思っていないことは承知だ。ユイの葬式の一件もあって、私も10年以上疎遠にしていた。だが、キヌさんにはもう、親族はお前と私だけだ。ましてや、血のつながっているのはお前一人。明日、一ノ瀬診療所で落ち合おう。わかったよ、父さん。深山絹さんのご家族ですね。はい。昨日、庭先で倒れている姿を配達員に発見され、当院へ運び込まれました。絹さんの容体についてですが、意識がなく、あまり芳しくありません。僻地ということもあり、当院では満足な検査もできませんし、現状は証拠を保っていますので、大病院への転院をお勧めしますが。そうですか。わかりました。ミナト、お前は一足先にキヌさんの家に行って休んでいなさい。鍵を渡しておこう。キヌさんが持っていたものだ。私はキヌさんの転院を済ませてから車でお前を迎えに行くとしよう。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。キヌさんの家はこっちじゃない。
キヌさんの家はこっちじゃない。ダムができるのか。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから鍵を預かってきた。いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。佐一じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。物知りで優しいいいじいちゃんだった。キヌさんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで、母さん、あんな非情な人が俺の祖母だなんて。
懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。結局じいちゃんから返事はもらえなかった。